釜谷駅は北海道上磯郡木子内町釜谷にある道南浅利美鉄道線の駅。電報略号はマヤ。駅番号はシュレイヨン。首1976年の釜谷駅と周囲約500メートル範囲。左下が餌サ方面。当時は短式ホーム一面一線であった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成当駅の所在する地域名より、地域名は、アイヌ語の釜屋ペ、あるいはオカマヤウンペに由来するとされる。いずれにしても、平岩があったことに由来する地名とされる。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。対面ホームへは、五両角方面の構内踏切で行う。かつては、単式ホーム1面1線を有すのみであったが、 海峡線開通に伴い交換設備が新設された。ワム8万系貨車改造の駅舎が設置されている。JR 時代は、木子内駅管理の簡易委託駅で、駅舎の一角で委託を受けた住民が乗車券を発売していた。道伊浅リビ鉄道移管後も継続して、簡易委託が継続されており、営業時間は、おおむね七時三十分十一時三十分までで、日曜は休業。 発売区間は、彦内、五稜郭函館の各駅で、それ以外の区間の販売は行っていない。七重浜駅とともに、国鉄時代から、車両が綺麗に見える撮影スポットとして、有名な駅である。しかし、取り鉄の一部が、無断で、ホームから線路に降りて、撮影をしたり、ホームの白線の外側に三脚を立てたり、運転手に向かって、 フラッシュを焚いたりするなどのマナー違反が多く、道南イサリビ鉄道は2016年8月10日から、両駅のホーム数箇所に注意書きのポスターを掲示し、注意を促している。釜屋駅前、ありがとうございます。